はい、どうも、そらです。ということで、今回は第25回力の大会の攻略やっていきたいと思います。24回、結構ミスされた方が多かったのかななんて印象が、ランキングを見ていた限りではありましたね。僕は一応最終バトルスコアこんな感じなんですけど、これ一応ね、殲滅ミス1回、最序盤、確か2、3マス目ぐらいでミスってしまって、あと、フリーザから必殺を受けたりとか、そんなね、ミスをやらかしてたんですけど、それで10位とかだったので、多分相当な方々がやらかしたんじゃないかな、なんて気がしますね。僕もそれらのミスなかったら、プラス12万ポイントぐらいいってたので、3、4位までいけてたな、なんていうシーズンでございました。ということで、今シーズンの解説に入ります。はい、ということで、毎シーズン間違えちゃうんですけども、今シーズンの解説に入る前に、前シーズンのまとめを軽くやっていくと、前シーズンは、動画の方でも紹介した通り、多分唯一、そのウルトラブルー海洋圏悟空が使えるんじゃないかみたいなシーズンですというふうに言ったんですけど、やっぱりね、そのシーズンだということもあって、ウルトラブルー海洋圏入れてる方が非常に多かったですね。1、2、3、4位みんな入ってて、で、離れて、また入ってて、みたいな感じで結構使われてる方が多かったんですけども、やっぱりね、活躍したのかななんて気はしますね。あとは前シーズンも上位の方を占めていたナッパですね。ナッパがね、やっぱりいろんな方々入れておりますね。だからその2体で結構火力を取りながらというのがやっぱり強かったのかなとも思えますね。あとはクズ野郎悟空、ほんとこのキャラがね、もうとにかく力の大会では強いのでね。で、特にまあ孫一族系のマスが多いシーズンがずっと続いてるかなと思うんですけど、あれらのパーティーであんまり赤いなかったりするんで、やっぱり出していきやすいんですよね。赤18号とかになると回復はしてくれるんですけど、孫一族系のマスとか前シーズンみたいに系譜みたいなマスが多いと青がねいっぱいいるので結構ね事故ったりするんですよね。小一集中砲火もらって青からもらい続けて、で戦闘ポイントがっつり減らして、せっかくね回復によって戦闘ポイントをね下げないように採用しているのに赤18号のせいでがっつり下がっちゃうよみたいな、そんなこともね結構僕自身もねやったりするので、そこをねクズ野郎極やとそうはならないっていうのがやっぱりね強いのかななんて感じますね。あとは人によって採用してるキャラが一定で、一応ここだったっけな、ごめんなさい失礼します。はい、いましたね。はい、この EX の緑のスーパーサイヤ人の悟空、これが一応左右の 5% 回復を2ターン目の開始時にやってくれるんですけど、これも結構まあ損失系のマスだったり他のマスとかもまあまあ使いやすかったりして、僕自身もね前シーズン使ったんですけど、まあかなりね感触は良くて、青ご飯がダメージの受けすぎみたいなのをこのキャラで防いでくれたりとか、そういったのでも優秀だったり、単純にね火力もまあそこそこで、ね、EX キャラの割には出たりもするので、このキャラをもしね突を高く持っているという方はまあ一つのね選択肢になるかなと思うので、今後要注目だったりしますね。はい、ということで、まあそんな感じで言いながら、やっぱり結果としては損一族系のパーティーがね明らかに多いシーズンではありましたが、まあいろいろねラキさん型って僕は呼んでるんですけど、なんかキャベとかベジータ系のキャラクターを言った損一族だったりとか、あとはまあシュウさん型って呼んでるんですけど、再生系のキャラクター、Z サイヤ人編のピッコロと、まあここら辺でね合わせてみたりとか、そんなようなパーティーもちらほらいたりという感じで、結構ねやっぱね来られてる方とかも多いので、あんまりねなんかなんて言うんだろう、脳死でいつもの損一族を使ってればというシーズンでもね最近なくなってきてるかなと思うので、皆さんもぜひねいろんなパーティー模索しながらやっていくというかなと思います。ということで前回のまとめでした。はい、それで今シーズンなんですけど、今シーズン今のところ TP8、あと少しで9位になるんですけど、の段階だとまあこんな感じのランキングにはなっていて、結構系譜もいたりまあ青ご飯すごい数並んでるんですけど、まあそんな感じで並んでいたり、まあただ系譜がやっぱり多いんですよね。ただ1位は腎臓みたいですね。そんな感じで並んでおります。でなんで今系譜こんな多いのかなっていうのを思いながら各マスをね見ていったんですけど、各マス解説もちろん後でやるんですけど、先にねちょっとポロリしてしまうと、今回ねちょっとね要注意なマスが2マスほどもう最序盤の方にあったりするんですよね。そこを見てもしかしたら他のパーティーを選択された方が多いのかな。で系譜だったり腎臓だったりがちょっとねそこのマスラを突破しやすい編成にもなっているのかななんていうところから多いような気もしております。ということで各マス解説の時にね
しっかりそこもお話ししていきたいと思うんですけど、そんな感じでね、ちょっと普段と比べるとちょっと孫一族が少し下にいて、なんか系譜とかが結構多めでみたいな、そんなようなランキングに現状はなっております。ランキングを見てね、パーティーを決めてスタートしたいという方は、今のところランキングはまだね、あんまりなんて言うんだろう、完全なね、なんていうの、ランキングにはなってないと思うので、それこそ参加者こう見ていただいたらわかるんですけど、15,105位以下で S リーグに降格ってなってるんですけど、これシーズン終盤だと47,000人近く前確か行くはずなので、まだまだね参加されてない方が非常に多いです。なので本当にね、最終盤と TP20 とか溜まった時点でスタートする、パーティーをランキングから見てスタートするっていうのが一番ね良いのかなと思うので、待てる方は待ちましょう。待てないという方については、まあ現状ねそんな感じなんですけど、その角マス解説の時に言う要注意マスを突破できるかどうかっていうのを検討してからスタートするようにしましょう。ということで角マス解説の方に移ります。はい、ということでマスを見ていこうと思うんですけど、まず参考ルートを横の方に出しておきますね。はい、多分出てると思うんですけど、今回こんな感じが理想形じゃないかなと思います。毎シーズン行ってるんですけども、僕も結構ね、やっぱり間違えることが多かったりするので、本当に合ってるかなっていうのは、ご自身でもしっかり見てからスタートするようにしましょう。ただね、結構間違えて進んじゃいそうだなみたいな部分もあったりするので、そこもね、ちょっと見ながらやっていきたいかなと思います。はい、ということで、ちょっとルートの方は伝えたので、まあ、マスのね、内訳みたいなところなんですけど、今シーズンもやっぱりというか、前シーズンまでと比べると、孫一族系のマスがなんかまた随分と多いなぁなんて印象はありますね。で、色の割合的にも結構ね、なんて言うんだろう、その紫がなくて緑が入ってるようなマスがあったりとか、普通のなんか赤18号入ってるようなマスがあったりとか、まあ、そんな感じ結構ね、いろんなタイプがあったりするので、このなんて言うんだろう、編成とパーティーであれば全マスね楽々突破できるという風にも、ね、なかなかねしづらいかななんて印象はございました。一応1マスずつとふんわりと見ていきましょうか。はい、最初のマスはまあよくわからん敵マスで、まあよくあるマスですね。これは一応緑が多いんですけど、まあそれらそんなに強くなくて、で黄色のトランクスが硬いで、ベジブルが射撃カバチェンを持っているのと、あとは2回攻撃を確率で行ってくるので、ここだけは要注意ですね。一応まあ倒す順としては青ベジブルが色相性を除いた時では最優先、あとのキャラクターで自分のパーティーを見てちょっと色相性的にあんま良くないなみたいなキャラキャラクターを優先して突破していくと良いかなと思います。そんな感じのマスですね。はい、でまた来ました系譜なんですけど、なんか系譜というよりはフリーザ軍に近いような、まあでもチルドもいるから系譜なのかみたいなパーティーですね。で一応最近入るナッパもいるんですけど、別に敵にするとそこまで怖くないキャラクターですね。与えたダメージの回復とかはしてくるんですけど、必殺ゲージの溜まりやすさとかあまり関係ないので、そこはあまり注意しなくていいかなと思います。で注意するところとしてはやっぱりここですね。ここ打撃カバチェンをフリーザ軍とか悪の系譜全マスに対して入ってくるので、最初にできるだけ落とした方がいいかななんていうキャラな一体ですね。であとは1ターン目に行動不能を誰かかしらにつけてくるので、それで計算狂わされることも多いです。なので余裕を持った攻め方で順番を選んでやっていた方が良いと思います。あと復活キャラ、これ多分前シーズン結構ねここでミスられた方が多いんじゃないかなと思うんですけども、復活フリーザが復活して実質相手のキャラクター7体になっちゃうんですよね。まあ、厳密に言うとそうではなかったりするんですけど、回復の HP がね、そこまで高くないので、そうだったりするんですけど、まあ、ただね、やっぱりね、その分があったりして、殲滅しきれずみたいな方が多いのかなと思います。で、一応僕自身、その復活キャラがいるときにちょっと意識していることなんですけど、ちゃんとね、他のキャラクターたちを、まあ、余裕を持って倒せないな、っていうね、そんなちょっと微妙だなって判断したときは、復活キャラクターをそこそこの順番で先に倒しちゃいます。なんでかっていうと結局復活したときの回復量が 100% とかではないので、まあ復活セルはね その限りではないんですけど、まあ、復活セルはね代わりに柔らかかったりするので、まあそんな感じで狙いやすいキャラではあるんですが、まあ復活フリーザもね同じくあんまり回復しなかったりするので、まあそこをね先にダメージ与えてしっかり沈めておいて、一番硬そうなキャラクターをラストに取っておいてライジングで沈めるとか、まあ、こういうキャラクターを最後に取っといたりとか僕は結構したりしますね、というようなマスですね。ほんとね、殲滅ミスが多いようなマスになるので要注意ですね。で、次はここか。次は、これね、要注意マスですね。要注意マスが早速来たんですけど、何がね、要注意マスかというと、まず、青ご飯いますね。孫一族系のマスであれば、青ご飯、まあ、いるでしょうと思うんですけど、1ターン目に攻撃をすべて集中します。なのに、
おてぶが必殺を1ターン目の早い段階で打ってきます。なので必殺をねこっちがもらうことになっちゃうんですよね。1ターン目で青ご飯を突破しながらなおかつアルブーからアルブーじゃないや、ゴテブーから必殺を受けないで、突破するみたいなのはね、ちょっと実質不可能じゃないかなって思うので、まず必殺をもらうことになります。なので、これをどう突破するか、どうね、ダメージを抑えながら進むかっていうのが本当に重要になってくるかなと思います。で、突破する方法はね、まあ、いくつかあるとはいえ、まあ、それこそ、系譜で縛って、なんて言うんだろう、敵一体行動不能つけるみたいなキャラクター2体とか採用して、ちょっとね、運よく縛れたらラッキーだったり、あとは、人造みたいに緑たっぷり採用できる、パーティーとかで、まあ、緑だったらもらっても全然痛くないんでね、防いだりとか、損一族系だと結構厳しいんですよね。何が厳しいかって、こっちもね、青ご飯に攻撃が集中するんですけど、このね、ゴテブーが非常に厄介なことに必殺を打つ時になんと発動時にバフを剥がしてくるんですよ。なので青ご飯のせっかくの火ダメカットが全て取れて必殺を受けてしまって、でその後の後続ももちろんそういうの取れたまま受けることになっちゃうので、青ご飯がとんでもないダメージ受けます。なのでちょっとね、青ご飯系のパーティーで普通に行くと結構ダメージ回っちゃってリスキーかなーなんていうマスだったりはしますね。そこは本当に要注意です。あとは必殺打ってくるキャラクターもいるのに、ここにも復活がいて、で大義カバチェン持ってるととんでもなくね厄介なマスなので、これをねどう突破するかっていうのをまずね考えてからパーティーしっかり組んでスタートした方が良いかなと思います。はい、それで続いてなのですが、続いてもなんとゴテブーと青ご飯がおります。2連続なんですよ。開始3マス目4マス目でこれ2連続でそれが来ちゃうんですよ。だから本当に要注意と言ってるんですけども、このマスもね、まあ一応なんかさっきのマスに比べたら、ピコ飯がいなかったり赤18号がいなかったりというのがまだマシだったりするものの、結局ね要注意キャラこれだけいっぱいいるので、そこをねどう突破するかっていうのはね本当に考えてスタートした方が良いかなと思います。このマスであればそれこそまあ緑が刺さりやすいですが、そこも運ですよね。正直ね、緑キャラにしっかり必殺もらえるかっていうのもありますし、黄色御殿からも必殺を受けないように、黄色御殿もかなりね、足の速いキャラクターですが、2ターン目のね、必殺をね、受ける前にしっかりこれをね、倒さなきゃいけないので、そこら辺もしっかり注意しながらやんなきゃいけないということで、本当にね、大変なマスですね。気力回復速度アップの、レイアウトボーナスがあるので、まあ、そこはね、活用して、突破できるようにした方が良いかなと思います。で続いてはまあよくある損一族なので、これはまあ割愛していいかなと思います。で、ここもまあそうですね、一応行動負の1ターン目につけてくるので計算狂わされますが、まあ青ご飯がいるので結局ターゲット集中でそんな変わらないかなってところですね。他で注意するところとしては、やっぱりクズ野郎獄が大気カバチェン入ってくるので、これ狂わされないように、例えばチャイキン自分の打つアーツを、まあ、一部のキャラクター変えておくだとか、まあ、余裕を持ったね攻撃順でちゃんと設定しておくだとか、そんな感じでやった方が良いかなと思います。あとはクズ野郎獄結構硬かったりするので、まあ、基本最後残しとかでも良いのかななんて気はしますね。自分の色相性未定の判断にはなるんですけど、僕は結構クズ野郎を最後に残しちゃったりしますね。で見ていって、まあ、ここもよくあるマスなので割愛で、ここで要注意なんですけど、普通に行くと5のマス進みたくなりますよね。ただこれ5のマス進んじゃうと、これ5の次4しか踏めないんですよね。でこの4のマスが10マス目になるので 50% の連勝ボーナスがつくんですよね。なのでここは4、5、5と踏んだ方がポイントは高くなりますね。おそらく今ランキングで本当にトップの方にいる方はこれ5の方進んでるんじゃないかななんて気はしますね。一時的に上がりはするんですけど、2マス目そこから2マス進んだ段階で多分抜かされちゃうので、そこはね損しないようにしっかりね4進んだ方が良いかなと思います。でこれはナッパーのいる損一族ですが、まあ、ナッパーは特に注意するようなキャラクターではないので、まあ、割愛します。でこれもよくわからん敵マスですが、まあ、そんなに注意するとこないかな。変身キャラだからここ狙いながら、まあ、EX キャラクターはそんな火力出ないので後回し、あとはまあ色相性を見ながら選んでったらいいかな。どれもなんか援護とか防御っぽいようなキャラクターなので、そんなにダメージをもらわなくて済むかなってところですね。で、そうですね。また黄色と青ばっかりの、その一族。まあ、あんま語ることなし。はい。よくわからん敵マス。これも毎シーズンあるようなマスですが、まあ、緑が多めなので、そこだけね、青がたっぷりパーティーとかの方は、ちょっと気をつけてやった方が良いかなと思います。あとそうですね。このクーラー、思った以上に硬いので、攻撃順選ぶときは要注意ですね。
はい、でこれもまあよくある損失をくます割愛します。でここで分岐するどっちでも良いような気がするんですけども、まあ最初のマスと同じこっち進むか、まあ損失系のマス、まあそんなに難易度高くないからこっち進むか、まあその方によって変わるかなと思います。で、この辺を分岐しますが、まあ、こっちの方が色いっぱいいるからなんか厄介そうに見えますが、青ご飯がいないので、そこを持って、こっち進むのも一つありかもしれないですね。うん、ちょっと悩みどころですね。はい。で、またわけわからん敵マスではなくて、これは一応ガールズか。ガールズにはなりますね。で、これも、まあ、大義カバチェに入ってくるブルマに注意しつつの、あとは、それこそ、ちょっと僕、このマス進むときによく、やらかしてたのが、黄色2体いるじゃないですか。なんとなく SP の方が、まあ、強そうです。まあ、このキャラって、火力高い印象あるじゃないですか、18号。なので、最初に狙いそうになるんですけど、めちゃめちゃね、気力回復速度が遅いんですよ。で、リブリアンが比較的早いんですよ。なので、そこを計算して、余計な攻撃をもらわないように、場合によってはこっちを先に狙ってとか、そういったね、プランを練るのも、まあ一つありかなと思います。こっちも同じですね。はい。で、その次はこっち。これも、まあ、毎シーズン見るようなよくわからん敵マスですが、まあ、いい加減みんなこれ慣れてきたでしょうというマスですね。一応ね、シャロットがシーズンによってこれ変身形態変わってるのかな？ちょっと僕よくそこ把握できてないんですけど、まあ一応ね、変身形態こうやって待ってたら勝手に表示されるので、ここをちゃんと見るようにはしましょう。最初の、本当に力の大会最初の頃ってシャロット結構ゴッドになってたんですよね。まあ最近全然ないんですけど、ゴッドのシャロットについては必殺を2ターン目に打ってくるので、そこだけ注意っていうようなマスですね。あとは、必殺カバチェン入ってくる、緑ピッコロ、これでも計算狂わされたり、足が非常に速い2体で援護キャラなのでちょっと厄介ですね。で、2ターン目の開始に行動不能をつけてくるビルス、これも厄介で、誰か1体でも落ちていると必殺を打ってくる、ご飯なので、ご飯を基本的に最初、あるいはまとめて突破できるのであれば、ビルスご飯って狙っちゃうのが個人的にはまあ理想的かななんて気はしますね。はい、そんなマスです。で、次はこっちか。これも損一族飛ばします。損一族いや本当に多くないですか、損一族。はい。で、これもさっき見ましたね、割愛します。で、ここもどっちでもいいですが、まあこれはさっき見たマスですね。これも損一族マスで、これが赤がたっぷりで緑も多めのマス。これも割かし毎シーズン見るかなっていうマスですが、まあそんなにどの敵も強くないので、まああんま注意することはないかなって気がしますが、この初期セルがデバフ系を結構かけてくるのが厄介だったり、意外とね赤がいっぱいいるので、黄色キャラがちょっと集中砲火受けちゃって、あららってなっちゃうこともあるので、そこだけ気をつけましょうってマスですね。で、孫一族にキャベ入ったようなマスか、普通の孫一族か、どっちか進みつつの、これも、まあ、一応神の木かな？神の木ですね。神の木も、まあ、シーズンによって見るマスなんですが、意外とね、火力が高かったりとか、2ターン目行動不能のビルス、一回攻撃をかわしてくる身勝手、打撃に対して、カウンターとか、まあ、特殊アクション決めてくるゴジブル、で、全体ひらめアップつけてくる、射撃カバチェン持ってて、で、2回攻撃する可能性のあるベジブルと、意外とね、このマス厄介なので、ちょっと気をつけて進んだ方が良いかなと思います。結構ね、運頼みだったりしますが、思った以上に、ね、ダメージもあったりするので、僕はこのマスすごい嫌いですね。で、孫一族マス、あ、違う、今こっち見たのか、ごめんなさい、間違えました。で、ラストが孫一族マスですが、このマスは一応黄色がかなり刺さる孫一族のマスですね。一応ね、やっぱり5連勝ごとのその連勝ボーナスの高くなるマスについては、高スコアで突破できるようにサイトとかも含めて組んだ方が良いんですが、今回であればそれこそね、まあ、全体こうやって見てで、黄色がね、割かし刺さりやすいようなね、シーズンにはなるので、そこを多めに用意して、最終ステージでもそこを活かしていくっていうのが、まあ、ポイントを稼ぐコツなのかもしれないですね。はい。ということで、孫一族マスが、もう、とにかく多かったんですけど、その中でも序盤にある、ゴテブーと青ご飯の組み合わせ。これがね、もう、とにかく厄介だったりするので、そこをね、どう突破するか。あとは復活キャラクターがいるところについては、まあ、どうやってね、順番を選んでいくか。そこら辺を要注意。ちゃんと計算しながら進める、もしくは編成をしっかり組んでくるっていうのが必要になるシーズンなので、もうとにかくそこだけを意識してやった方が良いかなと思うシーズンでございます。
はい、ということで最後に今シーズン使う予定のパーティーの途中段階と、あとはとおすすめキャラの話と、あとはと毎シーズン話しているお話についてやっていきたいと思います。ということで一応今シーズンも僕自身はサイヤパというか孫一族サイヤみたいなパーティーを使おうかなと思っております。で最後の一枠についてはちょっと今悩んでるんですけど、ちょっととあるキャラクターに注目していて、そのキャラクターを今シーズン試してみようかななんて思っております。ちょっと詳細についてはまあランキングでね、ちょっとね僕の名前を見たらね、多分入ってると思うので、そんな感じで見ていただけたらと思いますが、ちょっとあんまりねこれ教えてもらったキャラクターなので、ちょっとね流行らせない方が良いかなと思ったので、ちょっとここだけ伏せさせてください。でおすすめキャラクターについてなんですけど、これですねナンバーワンベジータですね。このキャラクターが再びとティア Z に戻ってきて今シーズンは使えます。でこのキャラクター前回とティア Z に上がったシーズンなんですけど、僕本当に最終末で殲滅ミスというねとんでもないことをやらかしちゃったんですけど、それがなかったら2位までね、あのクズ野郎悟空がなくてもあのいけたキャラクターなので、本当にねあのクズ野郎悟空がない方とかは特におすすめだったりします。全体のキャラクターの回復もありますし、ベジータ一族とサイヤ人のと防御上げとかもやってくれたりとか、意外と自身も硬かったりとかっていう感じです。非常にね使いやすいキャラクターなのでおすすめだったりします。まあ、ただね一応あのクズ野郎悟空とかとは違って、ちょっとその場合編成少し練らないと、そのままなんて言うんだろう、あの名前何も考えずに入れてもそんなにもしかしたら強くないキャラクターかもしれないので、それこそね前回日乗っけてあげるだとか、そんな感じで少しね人ひねりしてあげると良いかなっていうキャラクターでございますね。あとはゼンちゃんも使います。ゼンちゃんがすごい強いキャラクターで、2試合に1回ぐらい必殺打ってくれるかな。であとは2ターン目に敵に行動不能をつけてくれたり、あと救出もしてくれると。これ 30% 以下じゃないと救出してくれないんですけど、特にあの腎臓とか再生を使われる方であれば、ちょっとねこういったキャラクターとか赤18号とか結構ね脆いキャラクターたちがあの変に狙われちゃった時に守ってくれるキャラクターにもなったりするので、まあ、とってもねおすすめなキャラクターかなと思います。ちょくちょくねティア S に落ちてたりしますが、ティア Z にいる時は大体ねランキングの上の方でそれらのパーティーを使ってる方には方のパーティーにはまずね含まれているキャラクターなので、そんな感じでおすすめのキャラクターとしてこの2体一応押しておきます。あとは毎シーズン言っているんですけど、友情ランクを扱うキャラクターみんな10まで上げましょう。これによって全体のステータスがブーストがかかった上からさらに 5%かかる上に気力回復速度にまで影響します。気力回復速度が上がるとこっちの攻撃順が速くなるので、敵から受けるダメージが減ったりとかっていうので、とってもね力の大会高スコアでクリアしやすくなります。なのでちょっと大変ですが、使うキャラクターの友情ランクはしっかり10まで上げましょう。ということでその3点お話でした。はい、ということで今シーズンについてざっと解説していきました。一応今シーズンはなんて言うんだろう、最初の序盤のマスやってみたはやりませんが、場合によってはまたね出してみようかななんて思うような、ちょっとね試してみたいキャラクターがいたりするシーズンなので、そんな感じでねもしかしたらまあ動画出すかもしれないし出さないかもしれないしなので、まあ、もしね出てたらぜひね見ていただけたら幸いでございます。あとは要注意として話したところとか、おすすめキャラとしてピックアップしたものだとか、前シーズンのまとめの時に、まあ、毎シーズンで、ね、最近出てくるナッパの有用性だったりとか、そこら辺に、まあ、注目しながらやった方が良いと思うので、ぜひぜひ参考にしてみてください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。良ければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。